はい、どうも、ドラジローです。それでは、パート2回目か。30分です。前回は仕事を探して政治家になりました。で、まあこの辺の説明の途中で時間が来てしまったんで、まあ、ね、時間が来てたんで、今回持ち越しという感じですね。マウスが動かないだと。よし。まあ、所持品ですね、これ。本、今、所持してますね。で、あと、携帯電話。仕事に関する、まあ、願望的な、やつかな。ん？じゃあ、コンピューターゲームはもういいから、トレーニングさせましょう。まあ、さっき説明、パート1で説明した通り、まあ、汗一つかかないとかね、いろんなトレーニング方法が増えていきます。まずまあ最初なんで、まあ基礎的なトレーニングだけでいいかな。じゃあ見てるだけなんで。止まったよ。ちょっと録画しながらなんでちょっと重たいかな。うん、ふんこれは俺が離れればいい感じ。近づくと止まるってどういうことよこれ。新しいフリーズだね。新しいフリーズ。じゃあちょっと見てるだけもあれなんで、止まりましょう。さらに恥ずかしいってか。はい、おめでとうございます。レベル2に上がりました。ってことはここがまあまあまあ増えてませんね。まあそんなもんでしょう。一気にアビリティをね、そんなに覚えたら大変っていうか、ゲームバランス崩れますからね。まあちょっとやってられる街の探索でも、探索っていうか見学でも、まあ衛生状態がまあまあ、ないんで、今、悪いんで、臭いと、汗臭みたいなね。ちょっと見てみましょうか。煙出てるはずですから、煙が。あ、運動終わっ、便意もやばいね。トイレに行きたいとね。もちろん、お漏らししますよ、トイレに行かせなかったら。じゃあ、もう、トレーニングやめさせて、トイレに行ってもらいましょう。もう汗かいたのにちょっと煙が出ているはずですけど、臭いんでね。あまりここ重いんだよな。ほら煙見えます？なんか若干ちょっと見づらいと思うんですけど、モザイクかかります。もちろんブリブリブリと便意がね回復されてきます。その後にまあシャワーを浴びて、7時か。その後に、夕食を用意する。あ、食べる。マカロニチーズサラダ、マカロニチーズでいってください。いや、これもちょっと時間かかるんで、時間を。これはミルクスキルを覚える。これいいだろう。もちろん消すこともできますね。パーティーを開く。4時間続けてトレーニング、これはできそうですね。休日とかにね。お金が、とりあえずお金がかかりそうなものをとりあえず外していくみたいな。さあ、もちろん調理スキル的なものもありますね。まあこんな感じで勝利することで、ね、してる間はこうやって上がっていきます。あ、ちょっと待って。あ、いいかな。ちょっといけないこと思ったとね。ちょっとこれここに置く。こっち向き。
で、あ、ちょっと待ってね。こっちに置くだろう。あ、こいつ邪魔くせえな。こうして、まあこうボールとかは持ったまま作業できますので。私が思ったのは、あ、しまった。じゃあちょっとこれをこっちにずらして、とりあえずね。明かりをこっちにずらします。でここに、まあこれ何かと、まあ火災探知機みたいなもんですね。明かりをちょっとこっちにポンと、こうとりあえずここでじゃあ料理をしてください。でこれね、料理をしてくれてますと。ちょっと見にくいかな。カメラ仕事しろ。間違えた。あ、これね、ちょっとこれこいつ焦がしましたね。こいつ焦がしましたね。これあなたのシムは人生の重要なイベントスクラップブックを記録していつでも見ることができます。シムの思い出について詳しい説明を見ますか？いいえ。とりあえず共有しとこう。まあ焦がしたときね。でさらに移して、ちょっと止める。で混入モードでね、ちょっとこれこっちに置いて、これをこっちに置きたいわけよ。でこれをまあこっちですね。でこの台を置けないのか。でここ、あー動け。で、まあ、手洗い横に置いて、ん？よし。で、どこで食べるんだ、あんたは。お腹空いてるのに食べないだと？うん、そう。あ、俺が動かしたからかな。この辺ちょっと暗いな。モンスター湧くぞ。まあそんなことはありませんけどね。寝室がね、ちょっと明るすぎるんで、これを、こっちとかね、持ってくるとかね。することもできますと。まあ作ったものはちゃんと。まあ、マッチョに庭妻、ま、食べ方は綺麗なことですね。片付けろ。まあこういうね、片付けないと、まあ、これを選択して片付ける。座るのを強制的にやめさせる。で、基本的にこういうコマンドとかね、続けてやっていくと、定期的にね、片付けるとかね、掃除しろとか、そういうことをやっておくと、このマイクがね、マイクくんがそれを学習して自分で皿を洗うようになったりとかしますので。手袋ごと洗いがったな。で体力が減ってるから、まあ眠たいと。だからベッドでおやすみなさい。ちょっとかわいすぎんだ、これかわいすぎる。はい、寝ろ寝ろ。すっかり
り寝る、ぐっすり寝ろ。ちょっと寝顔を撮ってあげようかな。寝てる間ちょっとこんな感じにして、こうだ。おっと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 、あ、ちょっとまずいんじゃないかなこれ。まあ夢、あ、政治家でしたね確か仕事は。じゃあ飛ばしましょうかね、時間まで。何時から何時、3時までか。じゃあ帰ってきたら、ちょっと待って、こういうのはね時間を止めてみた方がいい。あなたのシムが新しい、関係をスタートさせたことは、こういう地域では絶対に指令を取ります。何？まあバレやすい。まあ、プライベートはないということですね。今日は月曜日。一体何時に起きるのか。6時半に起きるみたいですね。寝る。じゃあ7時に起きるみたいですね。まあ7時に時間が遅くなって、あ、この進み具合かな。あ、通常時間に戻りましたね。相乗りさせてくれる車が1時間後に来ます。現在は空腹便意、そんな感じかな。じゃあ着替えろ、着替えろ。じゃあそのまま行くの。ちょっと観察してみましょうかね、どんなことするか。どんな性格を入れたか、なんだこれ。コンピューターゲームで遊ぶ。じゃあ仕事が始まるまで今度はこっちを絵の練習とかねさせたりしてね、大きい絵で練習。多分8時ぐらいには迎え、8時半かな、多分8時半この仕事も晩までの距離が多分30分ぐらいだと思うんで、8時半に多分迎えが来て、うん、その格好でまあいっかまあ細かなところを突っ込むのは、まあこのゲームにおいてね、まあおか、仕事絵をやめろ、仕事行け。このプップップーっていうのがこの仕事ですね。仕事行けよ。じゃあ追いかけましょうかね。これこいつ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 これね。てめえ。あんたのどけよ。これですね、請求書86かな、これ6シム料払うとありますね。これとりあえず払いましょう。例えば払わなかったとかね、そんなことをしたら、初めての仕事に行きました。単調な仕事はあと60年続ければ彼はリタイアできます。50年間ね働き続けたらまあ退職できるみたいな感じですね。なんか光ってる Facebook かな、そんな感じね。 Facebook これ共有して いいえ。まあ請求書払わなかったらまあ差し押さえみたいな感じで、なんか人が来ます。人が来て何でもついてる掃除機みたいなやつでシュイーン、そうってね、その金額分なんか吸い取っていきます。面白いよそれ。ちょっと、あ、仕事終わった、あ、終わったのか。
じゃあね、請求書を払うことにしたから、絵描きスキルを覚える。もちろんタクシータダです。まあ車引きましたけど、気にするしたら負けですよ。まあシムズの世界なんで。とりあえず払ったら、こういう関係で、誰こいつ、この人とおしゃべりをしよう。彼女を作りたいんで。一体いくらや。マイクは仕事を終えました。マイクが今日稼いだお金は143シム料です。80シム料払ったから、だいたい60シムぐらいかな、稼いだのかな。というおしゃべりさせてる間に、ちょっと俺これをね、例えばこういう公園とかに行って、まあ社交的な挨拶とかね、すると、挨拶っていうのかな、友人をつ捕ま捕まえるっていうか、友人を作ったりとか、知人作ったり、いろんな交友関係開いていったりして、パーティーに招待とかできますね。パーティーに招待して、まあハッピーなこと起きたりとか、彼女ができて一晩過ごすとか、もちろん結婚もできます。赤ちゃんもできます。赤ちゃんできて夫婦、まあもちろんお金も同時収入としてね、まあ収入も増えていきますので。てかこのブランコで遊ぶ。ブラブラする。基本アクションが起こせるのはなんか、マウスか、それはなんかね、こんな感じになった時。 活発な地域社会の生活です。何するの？今ね、この願望を叶えたいんから、これを続けたまえ。で、急げ。もう夕方なんでね、続けさせましょう。よいしょ。何書いてんだろうね、これ。何でしょうかね。待って。電話に出る。はい。ハロー。もちろん、このシムズの世界。ビクトリア・アンドリュースが存在したがっているようです。マイクミラーは、もちろんさ。今、マイクミラーって。新しい知り合いか。俺が知らない知り合いと誰か職場で知り合ったみたいですね。今、絵描いてんだけど、とか。このシムズの世界は、独自の言葉、と文字を使って、成り立ってますので、これシムズ語みたいなね。とりあえず、例えば看板とかあれば超わかりやすいんですけど、看板とかないかなあ。これね。これとか、これシムズ語。シムズ文字とかね。はいと。話してんな。芸術家だから、絵のスキルをまあ上げてデートに誘ったりとかね。だから、もう電話終わった？電話終わったなら続けなさい。とりあえず基本的なことはさせておきたいかな。とりあえずレベルを上げれば。ちなみにこの絵を完成させるのはすごい時間かかるんで、
ある程度ねレベルが上がったらまあやめていいよとかね。お腹はどうかな。シャワーを浴びさせて、その後にまあ何しようかな。夕食を、手早いジュース、シリアル、ジャムパン、缶詰スープ、アイスクリーム。シリアルってなんだろう。じゃあ浴びる。ちなみにこのモザイクをね消すようなものありますけど、なんかモザイクあった方が面白いんでモザイクはつけたままでやっております。このゲームにはチートコードっていうのが存在するんですけども、これ使うと面白くないんで、面白みなくなるんで、どうやって戻るんだろう、面白くなくなるんで、今日は使わない方向で、収入をもっと安定させて、あれ？これ壁が、あ、車庫か。え、俺がスキンっていうか、ハゲに作っ、あのね、ちなみにこれ、家に招待時とか招かれてない場合は、家にこう近づいても、こう透き通ります。ちょっと訪問して、招かれると、ちゃんとこんな感じで家の中も見れますから、見れますよ、みたいな。何作ったのこれ。シリアル。で、その後にもう寝ろ。ベッドメイキングをして、寝ろ。やべ、一日過ぎちゃった。早く。お、片付けた。まあ、こんな感じ。学習能力高いな、こいつ。このマイク。うんこした、ちゃんと。あ、便意がすごいな。ちなみに、空腹便意は仕事中であれば自動で回復しますので。職場でね、用を足してくると。何時起きんだろうな。7時に起きる。あ、時間ギリギリだな。朝起きてうんこか。じゃあちょっと、まあ。今回この辺パート2まで収録して終わろうかな。今回の収録は終わるんですけど、あと7分ですね。例えば適当にこの辺をクリックしてジョギングとかここまで行くとかありますね。7時になったら時間が通常に戻るはず。7時。はい。マイクは筆とキャンバスを使って自分が住む世界をようやくうまく定義してみたいと思っています。絵画の世界に、制限などほとんどありません。マイクが真の達人となるために、変なの？あ、必要なのは創造性と想像力を営むことだけです。まあ、楽しさも必要ですからね。新聞を、読む時間がないから実際。請求書は来てないっぽいですね。でもうすぐで仕事の車、迎えの車が来ます。今日何曜日？まだ火曜日か。しゃあ、お、瞬間移動してきやがった。はいはい、やめろ。はい、仕事着に着替えろ。これが仕事着か。これが政治家の仕事着ですか。うん、はん、お、自転車。ウィンカーつけた。
テーマ、仕事場に向かうマイク、マイクサシム、ミラム。ミラムが、あと、女の人だ。で、入ったらもう、自動っていうかね、まあ、便意とかは職場で済ませてくれるんで、仕事内容は一生懸命ケア、例えば上司をのスカイプシルス、まあ、まあまあ、うん、この辺を見ておけばね、同僚に会う、今は同僚に会うのがいるかな。なんか抗議してますけど。じゃあ仕事終わったらどうしようかな。公園に行って、なんか社交的な、ここまでジョギング。なぜジョギングかと言われるとちょっと不思議なんですけど、やっぱ衛生的にちょっとジョギングは汗かきますね。左右見たかあんた。何？何？とりあえずこの人たちとお話し、この人とお話ししましょう。自己紹介。もっとなん、ああ、おばはんだったな。おばはんか？こっち向け。そうそう。チン。ふん。フレンドリー。噂話をする。とりあえず、いろんな女性の方と、地元のより賢い明日協会が町の公共区画でチェストーナメント、あはんここっていうか、これでしょ、これでしょ、あこれ練習をする、ちょうど人がいるからね、練習できるかもしれない。早く急がないと場所取られるよ。今人いないからいいけど。Excuse me、 チェスをしませんかい。もちろんこれパソコンでできますけども、たまには外でやるのもいいでしょう。時間かかりそうなんで飛ばしましょうかね。一応、あどこ行った ?18 時ぐらいまで、あ過ぎちゃった。およし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 。じゃあちょっともう時間が、あーでもな、今試合し体力的にやっぱまずいもんな。今そろそろこれをちょっといただこうかしらね。皿を取ってちょっとチェスをおやめになりましょうかね。ごめんなさいね。はいはい、急げ急げ、はい、食べろ食べろ。電話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 、忙しいの。食べる、もう食べる、うん、いいや、職場で取れ。取った、切れた。ん何この可愛い子ちゃん。あ、可愛くはねえな。マイク、あ、マイクいた。食べ物を食べ、あ、
ほうほうほう。あ、時間ですね。ちょっとこれまで見て終わりましょう。あ、タオル落ちた。あ、気のせいだった。お、もらった。で、で食べると。なにこれ、ジャムパン。あん、詰まってる。帰りたいと。家を掃除したい。新しい家が欲しい。どういう意味だあんた。なんと言ってんのかな。ちょっと体力的にそろそろ帰らないと。まずい。何これ。万華鏡を買う。そんな金がかかることを、あはん。その前になんか仕事で体力めっちゃ使えてたからちょっとダメだ。じゃあもう寝ろ。はい、これを見届けて終わりましょう。はい、寝ましたね。はい、ということで、セーブ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 と。じゃあ、あ、名前なんだっけ、マイクなんだっけ、こいつ。マイクミラム。覚えないな。じゃあ、マイクミラム。長いですね。長い。あ、終わった。はい、ということで、終わりにしましょうかね。ゲームを終了すると。セーブをしますか。適当にセーブしてみたと。これさっきのセーブでいいんじゃないかなと思うんだけど。また違う何かかな。一応拡張パックをね、まあ次回ぐらいにまあ全部入れときましょうかね。持ってる分は消す必要なかったかもしれない。あ、終わった。で、見てくれた方ありがとうございました。じゃあということで、じゃあバイバイ。